頭の良さは才能じゃない。海洋研究開発機構モテサクです。さあいよいよ来週5月15日に土佐塾中学校モテサク行きます。梶原大輔先生に誘っていただきまして、今回こういう理科の授業でですね、気象について授業をするということをさせてもらえることになりました。よろしくお願いします。さあ皆さん、もう、ワークシートの方見てもらったでしょうか。今回はですね、世界一丸々なお天気アトラクション、いつモテサクワールドということでですね、チケットを用意しております。まず最初にその、春夏秋冬どれが好きになる、もう本当パッと答えてくれればそれでいいです。でその後にね、気象に関してじゃあ自分が一番気になるやつなんかちょっと探してみてほしいということで、本当何でもいいです。どんなことでもいいんで、これだったらちょっと、興味持って調べれそうかなっていうのを題材探して自分で調べて自分のための教科書を作ってみてほしいなというのが今回の最初のトライです。でその話をですね、今回僕が行った時に聞かせてもらうっていうのが今回の授業でやりたいことなんです。気象つっても、もう本当いろんなこと思いつくと思うんで、もう本当何調べてくれてもいいです。雲ってどうしてできるの、風ってどうして吹くの、あとは天気予報で言ってるあれ何なの、本当何でもいいです。でもその教科書に書いてあるような話でもいいし、そうじゃない話でもいいです。そういえば部活の時あれ気になってましたとか、夕焼けなんであの色なのとか、虹はなんであの色なのとか、あとはなんだ台風、高知だったら来ると思うんですけどね、気になるという人もいると思うし、あとは他にもね、みんなそれぞれ自分にとって気象で気になることってあると思うんですよ。もう本当何でもいいんだよ。自分家の周りの気象でもいいし、なんでここ暑いのかなとか、なんで冬はあそこ寒く感じるのかなとか、そういう話でもいいです。で、とにかくね、自分のテーマを自分で決めて、これだったらちょっと面白い、興味持って調べれそうだなっていうところがですね、自分でその教科書を自分のためにまず作ってみてほしいなと思います。でそれをですね、当日何をするかっていう話になってくるんですけど、5人からだいたい10人ぐらいの班に皆さん分かれていただいて、全体の人数ちょっと何十人いらっしゃるか分かんないですけど、その何分割かして5人から10人ぐらいの班に分かれてもらいます。でその班の中で自分の調べたことを1分でこれ調べたよ、これが面白かった、意外とこういうことなんだよっていうのをね、1分で他のお友達に紹介してほしいんです。でこれは本当それだけです。その上手い下手関係なくて、とにかく1分でやってくれる。でこれがね、本当面白くて、人によって興味持つこと多分バラバラだと思うんで、そうすると、10人なら10人分の気象に関する知識が一気に手に入るわけじゃないですか。ね、自分は1個しか調べてないのに、他の人が調べたことをその場で一気に知ることができるんで、これめちゃくちゃ勉強になります。それで、それをやった後にですね、その班の中でいろいろ、なるほど面白かった、興味持てる話って人によっていろいろ違うんだねっていろいろ分かると思うんですけど、その班の中でこれでも特にこれは面白かったねという人を一人ね選んで、その班の中で代表者選んで、この人のテーマでうちの班はちょっと他の全体にも発表しようというのを決めてほしいんです。でそうして、選ばれた代表者一人いるじゃないですか。そしたらその人は、とにかく班の皆さんにもう一回3分間かけてじっくり説明してほしい。そしたら何をしたいかっていうとですね、その選ばれた一人の代表者がみんなに代表として喋るっていう話ではなくて、普通そう思うじゃないですか。そうじゃなくて、選ばれなかった人みんなで協力して、その一人の話、人の選んだ人の話を心から、ああなるほどそういうことか、分かるまで理解して、なるほどそういうことか、あなんだったらじゃあみんなに伝えるにはこういうふうに思っとしたらいいんじゃないかとね、アイデア出し合って、つまりそれってこういうことだよね。いろんな例え話とかね、混ぜようと思ったらもう一人で思いつかないことっていっぱいあると思うんで、それね、もう班のみんなで協力してその一人を勝たせるために全体にこう向けてプレゼンする内容をね練ってほしいんですよ。でその話を、班がいくつできるか分かんないですけど、例えば、ご飯できるとするじゃないですか、5つの班ができるとするじゃないですか。そしたら、5つの班の話を、みんなで聞くという時間を最後に設けて、その感想を僕が、もちろん言ったりとか、それから
じゃあそういうテーマを選んで興味持ったんだったら、あのこの先にはもっとこういう話もあるよっていうような、話もねできるんじゃないかなと思ってます。で、まあそんな授業にしたいなと思ってるんですけど、最初にあの頭の良さは才能じゃないって僕ねノリで言っちゃいましたけど、もう本当にそうなんですよ。あのこの3つやっていけば絶対良くなるよというね三原則があるんで、みんなにお伝えしたいなと思います。3つあるんですけど、まず1つ目はですね、大きな声を出すっていうことなんですよ。大きな声を出すです。これでめちゃくちゃ頭良くなります。これねマジですよ。そんな、頭が良くなると勉強しないと、いろいろコツコツ積み重ねないと思うでしょ、まあ、それはそうですよ。そうなんですけど、めちゃくちゃ大事なのが大きな声を出すです。これね当日授業でやってもらったら分かると思います。大きな声を出す、これねあの他の人と比べて自分が大きいか小さいか気にしなくていいです。自分の中でのマックスを出してください。マックスで喋る。 OK ですか。でこれがまず一つ目です。これが一つ目の頭が良くなるための三原則の一つ目ですね。で二つ目はですね、その取り組むことに対してね楽しもうとするっていうことなんですよね。楽しむためにどうしたらいいか考えるっていうのが二つ目の原則です。これね、まあ、今回はね理科ですけど、まあ、数学でも国語でも社会でも何でもそうなんですけど、正直ね苦手っていう人もいると思うんですよ。正直これ今回理科の授業かって思う人もいると思うけど、苦手なのはしょうがないです。僕も苦手なことたくさんあるんで。なんですけど、苦手なことでも得意なことでも何でもそうなんですけど、楽しむためにはどうするかって考えた瞬間にめっちゃ頭良くなります。この瞬間が大事なんですよ。得意か苦手かは関係ないです。楽しむためにはどうしたらいいかって考える瞬間がめちゃくちゃ重要です。これ2つ目です。 OK ですか。そして3つ目はですね、人に教えようとする。これですね、わかりますね。人に教えようとするための授業です。今回ははっきり言って、もうでもねこれやったらわかると思います。めちゃくちゃ頭良くなる。この3つ目は本当に強力です。これやったことがある人はね、まあ、もしいたら分かってると思います。もうこれをやるかやらないかだけで、本当ね、まあ、皆さんいろいろ普段ね勉強してると思う、学びになることもたくさんあると思うんですけど、その中でもね一番自分が得意になってることって何かって言ったら、人に教えようとしてることのはずなんですよ。だからね今回もね人に教えようとするという時間をたくさん作って、もうめちゃくちゃ頭良くなってほしいなと思ってます。ということでね、この3つ、大きな声を出す、楽しむためにはどうしたらいいか考える、そして人に教えようとする、これをねこの授業でやっていきたいなと思います。まあ、その時にね、皆さんどんなテーマ選ぶか何でもいいんで、とにかくめちゃくちゃ楽しみたいと僕も思ってますんで、来週よろしくお願いします。それでは。